はい、GDY の服部です。よろしくお願いします。今日はね、珍しくね、南仏のワイン持ってきました。ラングドックルーションのところですけれども、ワイナリーがですね、ジェラール・ベルトランって言います。ワイン名がですね、ちょっと長いですね。ドメーヌ・ドゥ・ビール・マージュ・コルビエール・ブートナックと言います。2019年で、そうですね、2000円ぐらいのね、ワインですね。使ってるブドウ品種はですね、南仏の特有のね、カリニャ、グルナッシュ、シラ、ムールベールの4つね、使っています。まあ、非常に典型的なね、ブレンドかと思いますけれども、香りからいきます。香りはですね、とってもですね、まあ、紫っぽい花と、それからね、プラムのような熟した香りですね。あと少しね、こう花火の後のような少し煙のね、香りがしますね。これシラーの香りですね。まあ、全体的にね、若々しい果実の香りもします。アタックはですね、非常に飲みやすいですね。先ほどの果実味ですね、紫系の果実味が広がって、少しね、タンニンが後から来るようなイメージですね。で、透明感もあってね、南仏の重苦しい雰囲気はないですね。明るい雰囲気ですね。バランスもね、とってもいいと思います。ちょっとね、余韻がね、独特ですね。少しね、ピーマンみたいな香りがね、鼻にスッと抜けますね。昔はね、ちょっと熟してないブドウとか使うとこういう香りしたんですけども、多分それとは違うと思うんですけど、独特としたね、緑のピーマンっぽい、風味と、それからちょっとね、スパイシーな感じですね。広がりますね。美味しいと思いますね。他にもね、動画ありますのでチェックしてください。それでは失礼します。